クラウドファンディング、いよいよ明日まで、現在おかげさまで200万円突破しました。イエーイ。まだまだ素晴らしい特典いっぱいあります。シマヤンと1対1のコンサル、残り1枠。シマヤンと朝までベロベロになるまで飲める権利。11月に行われる大阪城でのラーメンのイベントに参加できる権利。まだまだいろんなものがクラウドファンディングに残っていますので、ぜひ参加よろしくお願いします。それでは動画スタートです。全粒粉って使わずに抹茶入れてるの。その抹茶っていうキーワードはね、もうしょぼい。もうその日替わりセットっていうところ。日替わりなんかやったらあかんっつってな。めっちゃ普通。くさおしぼり。うわくせえ。ちょっとずれてるんですよ。お客さんの方を向いて商売した方がいいかなと思う。俺はお客さんの方を向いて商売してるわっていう目してますけど。はい。ということで、前回もね、令和の虎の志願者で出た問題のうどん屋さんに来ております。前回の動画はこちら、前半が僕の方で流れて、後半で三浦会長のチャンネルの方で流れます。それを見た上で今日の動画見てもらえたら、より面白い話になるかなと思ってます。今日来たのはもう一回味見しようっていうところになってます。で、流れとしては僕が今日食べて味が OK やったら三浦会長に食べてもらうっていうストーリーになってますので、じゃあ早速行ってみましょう。じゃあ、こんにちは。今何を湯がいてるんですか？こちらまず前回武藤さんに教えていただきました白いうどんと、白いうどんので、もう一個は全粒粉の。あ、全粒粉で。はい。白い方はムチムチ系の九州っぽいちょっと麺を作ろうというところで、はい、前回の動画でね、武藤さんっていう製麺のプロの方に、もう片方は全粒粉でやった方がいいんちゃうかっていう話だったんですけど、ツイッター見たらなんか全粒粉使わずに茶入れてたんですよ。それに対して僕が言ったんですけど、ようわからんことを言ってみて、まあ内容としては僕がなんで抹茶なのっていう話をして、はい、なんて言いました？インバウンドも取れる場所っていうのはありまして、うん、で、まあ、日本の伝統的な文化っていうところで抹茶っていうところ、うん、最初全粒粉と一回食べたんです、うん、ですけど、これでは全粒粉してる意味がないなって正直感じたんですね。そうなんですね、はい、もう食べ比べした時にも圧倒的に白いうどんだけでいいわで、うん、うちのスタッフも含めてお客様にも食べ比べしてもらったんですけど、20対0っていう感じのところがありましたんで、うんうん、だったら別の角度から、うんうん、抹茶っていうところで見た目も全然違いますし、うん、はい、であえて細うどんにすることで食感も違ってまた楽しんでいただけるなと思いましたんで、うん、抹茶をやってました。なるほどね、はい、それに対して僕何で言いました？インバウンドを取るよりもまずは日本のお客様に、うん、流行ってる店にインバウンドの人たちも行きたいんじゃないのか。それに対してまた言い訳してきて、言い訳じゃないけど、はい、自分なりの言い分があるというところで、はい、いろんなスタッフに食べてもらった結果、抹茶の方が評判良かったんで、ま、あの抹茶の方がっていうわけではないんですけど、うん、もう本当にあの武藤さんが紹介してもらった白のうどんがやっぱりすごく美味しかったんですよ、うんうん、そうやね、はい、どうしても食べ比べになってしまう。白いうどんの方がもっと食べたいってなって、でこれをリピートになるってなるときに、うん、やっぱりならないなって皆さんからの意見もあったので、うんうん、だったらちょっと完全に別の角度でやってみようと思いまして、うん、それを今日ちょっとあの見ていただこうと思います。ほな、抹茶も食べれる？抹茶も、はい。でもね、その抹茶っていうキーワードはね、もうしょぼい、偽物っぽい。京都の売れてない飲食店がインバウンド向け用に頑張って作ったメニュー感が出ちゃうんかなっていうのがあったんで、あ、日本人置いてけぼり感はすごいかなと思うんですよね、はい、うん、もっと違う角度から行った方がいいんじゃないかなって僕は思って出ます現状ね、はい、うん、これが抹茶の麺で、はい、売れると。はい、抹茶だけじゃなくてほうじ茶とかその季節によってちょっと変えていきたいなと思いまして。お茶ばっかり？いや、レモンとか柚子とか。いや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 、マジで一番商品を作らないといけないでしょ、はい、そう、一番商品が合盛りっていうことでしょ。あ、はい、ムチムチ系の麺は決定やけど、はい、もう片方を抹茶でいきたいと。はい、抹茶うどんの麺をカットしてます。こっちが九州の小麦を使ったムチムチ系の。ムチムチ系、はい。前回食べたのはでんぷんが入ってたんですけど、一応今回のはでんぷんなしで。ああ、なるほど。はい。前回より美味しくなってる。ああ、それは間違いないです。へえ、はい。200% です。200%。はい。おお。インバウンドって感じだね。じゃああっちで待ってます。はい。はい、お待たせしました。サムライうどんでございます。これを一番商品にしたいんで。はい。まずは抹茶うどんはだしつけずにそのまま召し上がってください、はい、天ぷらは侍の刀っていうのをイメージしてアナゴとエビでやってみました。おー、これは？あ、これはお餅で、なんで餅なんですか？お餅は外人さんが好きだからです、
インバウンド。インバウンド寄りすぎやって。インバウンド向けの看板商品やったら分かるけど。あ、そうです。あのインバウンド向けの看板商品で、でこっちにも書かせてもらってるんですけど、うん、やっぱりランチのお昼っていうのは会社員の方々が多いと思うんで、うんうん、特にその日替わりセットっていうところ。日替わりなんかやったらあかんっつってな。一番商品は日替わりとかじゃないから。意味分かれへん。かけうどんが一番うまいとか、肉うどんが一番うまいとか。はい、侍はお昼に行ったら何が一番おいしいんですか。だたしです。何うどん。侍うどんです。侍うどんかい。メインターゲットに売るのは何なのさ。侍午前でお願いします。日替わり言うたり侍午前言うたり侍言うたり、まあ、侍午前を20代から40代の平日のサラリーマンに売っていきたいと。はい。税込み1200円やなよ。サラリーマン1200円使うわけないじゃないですか。あ、でもあそこの相場が。いただきます。あ、はい。抹茶うどんそのまま食べろと。はい、抹茶の風味をお願いします。うわ、めっちゃ抹茶すごっ。いらん。俺はいらん。抹茶パウダーを口の中に入れられたみたいなぐらい抹茶感が強いから、はい、まあ、もちろん抹茶売りにしたいやろうけど、たまにあんねん、ラーメン屋でも麺の中になんかいろんな入れんねんけど、はい、マジで一般消費者そんな求めてない。インバウンド向けでこれをやりたいっていう話だけど、はい、何グラム何グラムなんですか。200グラム200グラムです。そんな食うか、インバウンド。そんな食うわけないな。これが武藤さんが教えてくれたムチムチの麺をちょっとレシピいじって玉盛り風にしたのね。はい。こんな味やった。つけ汁もうちょい甘みあった方が合うんじゃないですか、こういうムチムチ系は。あ、もうちょっと甘い方がいいですか。九州の醤油って甘いじゃないですか。あ、はい。僕は醤油がいいかなって思っちゃったんで。あ、前のぶっかけぐらいの甘みがあった方が僕は合うかなと思ってました。はい。天ぷらもやっぱり売りなんですか。そうですね、はい。うん、サクサクじゃいいですね。続いてアナゴ。うん、おいしいですよ。ありがとうございました。全粒粉もらっていいですか。はい、はい、こちらが全粒粉の麺でございますね。これはどういう食感を目指してるんですか。さぬきっぽい感じはします。いただきます。分かれ。いや、このやっぱムチムチ系のこの白いうどんはかなり差別化できてますよね。あ、はい、うん、これがうますぎてもう一食の麺が難しいっていうのはよく分かった。あ、そう、そうなんですよ、うん、これがちょっとあんまりこれと比べた時に食感はね違うのは分かるけど、はい、インパクトがないというか。逆に合麺できないですか、はい、あれやったらなんか両極端じゃないですか。はい、任せます。まあでもこれは美味しいんで、平日のサラリーマンに対してはこのムチムチ系の麺のぶっかけなのか、はい、かけうどんなのかを作った方がいいですね。はい、こちらがネギトロマグロ丼です。はい、あの注文してないんですけど。あ、ラーメンをやりたいけどお金がない、人脈がない、経験がない人におすすめの独立支援、まだまだ募集中です。現在芝園の会社ではね、約10名の方が今この独立支援のプランで働いてくれています。で、内容としましては1年間芝園の直営店で働いてもらいます。で、その1年間働いた上で8割の社員から何々ちゃんやったらもう独立していいよっていう OK がもらえる。そして2つ目に芝園から あなたやったらもう独立していいよっていう OK をもらえる。この2つの条件をクリアすればなんと300万円プレゼントします。その300万円を元手に地元でオープンする、それも OK です。それ以外お金の借り方や運営の仕方、そういったノウハウも芝園が直接お伝えしますので、めちゃくちゃいい制度になってますので募集の方お待ちしております。ぜひ働いてみたい、話を聞いてみたいという方は概要欄からチェックのほどよろしくお願いします。こちらは、三浦会長が入れようっていうところを言ってくれてまして、でうどんとやっぱり海鮮というのはすごく合うので、うん、誰が作っても全く味が変わらないので、うん、でオペレーション的にも先に切って用意はできますんで、うん、オーダー入った時に盛り付けるだけっていうところですぐに出せるっていうところもあってやりました。これご飯何グラムですか。ご飯180グラムです。でうどんが何グラムですか。うどんが、セットは200グラムです。そんな食えるかな。
これこのままぶっかける。はい、僕ちょっと鶏だら欲しいです。これはオリジナルだし醤油です。じゃあ刺身から。それの味だとは思います。ご飯は酢飯じゃなくて普通のご飯。はい、いただきます。はい、びっくりするぐらい普通。抹茶入れましょうか。めっちゃ普通。何遍も言うけど普通に美味しいねんけど、はい、リピートしようとは思わない。うどんが美味しい店のくせに海鮮丼もめっちゃ美味しいまで僕は持っていかないとリピートしにくいかなと思います。赤酢とかでできないんですよ酢飯。どうしてもこのオペレーション上っていうところもやっぱりちょっと考えてしまってるんで、まあオペレーションも大事ですけど、はい、まずあなたがやるべきは味やから、はい、リピートしたくなる味を作らんと、はい、結果武藤さんが作った麺が美味しいだけであって玉森さんがやろうとしてることがやっぱ裏目にいっちゃってるかなって思ってます。今俺はそれでもやんねんっていう風な多分目つきやったんで。そうですか。それで売れてくれたらいいんですけど、はい、今回ね三浦会長から手伝ってよっていう部分があったんで、はい、僕なりのその意見は今言わせてもらってるんですけど、はい、多分この海鮮の三浦会長が食べても普通やなってなっちゃうから。あ、はい、例えばやけど黄身醤油にするとか、はい、僕がよく言っている卵黄の補足、はい、赤いマグロの真ん中に綺麗な卵黄が乗ってるとか、はい、でもっと小ポーションでいいと思う。180g もいらないと思う。あ、はい、うちのラーメン屋のサイドメニューのチャーシュー丼とかでご飯が 120g ぐらい、はい、でその上にチャーシューが 100g か乗ってるんであれですけど、もっとちっちゃくていいかなと思った。はい、普通すぎや。普通すぎもあかんし尖りすぎてもあかん、はい、いい意味でお客さんを裏切らんと。こう裏切れてへんもん。あとはそのお客さんの納得感、はい、これで1200円っていうその納得感、はい、それがお店の空間は三浦会長が作ってくれるじゃないですか、はい、空間が良くても納得感は収まらないんで、はい、前回の動画で三浦会長が美味しいお寿司屋さんあるって言っとったじゃないですか、はい、行ったんですか。いや、ま、行ってないです、はい、なんで行ってないんですか。そこでインスパイアしていいじゃないですか。あ、はい、で聞いたらいいじゃないですか。芝居やから普通すぎるって言われたんですけど、オペレーションの軽くていいもの出せるなんかアイデアありますかねって聞いたらいいじゃないですか、はい、そういうとこだよ。はい、どうしましょうか。なんか反論もありそうだし。そう、反論ではないんですけど、自分の意見を言った方がいいと思うんで。あ、今日僕が来てああでもないこうでもないって言ったんですけど、はい、はい、どうします。さあおしぼり。うわくせえ。ちょに言って、おしぼりやクリーム言った方がいいよ。くそ、めっちゃくさな、はい、たまになんか、ま、混じってる時あります。うわくせえ。手洗おう。大丈夫これ取り出しっぱなし、片付けな。あ、あの取り手もちょっと見ていただきたいなと思ったんですけど。やってください。あ、いいですか。めっちゃ食わすやん。もう全然一口で大丈夫です。え、これは何なんですか。平日の会社員の方々です、うん、これはさっきのムチムチうどんの冷やかけ。あ、そうです、はい。ちょっと時間が経ったんでちょっと伸びてしまってますけど、ん？これ食べてどう思いました。美味しかったんですけど。うまっ。座って、はい、食べてください。美味しい。あ、はい。僕はなんかちょっと水っぽいかなと思ったんですよね。このうどんの一番デメリットは水をすごく吸い込むんですよ、うん、なのでちょっと時間が経ってたっていうのもあるので、うん、麺が伸びてしまったから今こうやって水っぽくなってるってこと。はい、それって普通の作ってください。いいですよ。大丈夫ですか。いいすよ。いや、こんな中途半端に食わされるんやったら、はい、ちゃんとした食って評価しないと。あ、いいですか、うん、いいですよ。すいません、ありがとうございます。何の遠慮なんじゃないと、あなたが損するだけ。あ、はい。うね肉いただきます。はい。うん、なんか頑張ってほしいなと思います。玉森さんの姿見とったら。ありがとうございます。いや、頑張ってんねんけどな。これ鶏天のこの味付けは何なの。自家製の海塩を使って味付けしてます。ハーブですか。はい、あ、ゆかり入れてます。
あ、ゆかりね。はい。なんかほんま、すごいっすよね。変化球が。え、ほんとですか。でもそれ、すごく喜んでもらえてるんですけど。めっちゃ曲がる変化球投げんねんけど、曲がりすぎてキャッチャー取られへんくて、フォアボール出してる。まあ、うどんを湯がき直し中なんですけど、はい、どうしましょうか。なんか、まあ、さっきも言ったけど、ちょっとずれてるんですよ。申し訳ないけどね、うん、多分それが自分のオリジナル感も出していいやろうとかって思ってるかも分からへんけど、それがなんか世間と離れすぎちゃってる。ちゃんと一般のお客さんたちのことをもっと理解した方がいいかなと思ってて、作り手側の発信はめっちゃしてると思うんですよね。こうやったら美味しくなりましたとか、抹茶入れた方がいいと思うんですって。もうそこにお客さんが遠い位置にいるかなと思うんですよ。商売って大事なのってお客さんありきで考えていかないといけないです。はい、うん、さっき言った20代から40代のサラリーマンであれば、20代から40代のサラリーマンのじゃあ収入っていくらなんだろう、ランチでいくら使ってるんだろう、それに合わせて商品化していくっていうことが大事かなと思うんですよ。はい、玉森さんって自分を超えた方が美味しいと思うんです。結局自分よがりというか、はい、だからもっとお客さんの方を向いて商売した方がいいかなと思います。俺はお客さんの方を向いて商売しとるわっていう名してますけど、いかがですか。そういうわけではないんですけど、うん、そこも踏まえて、うん、その前リーフがちょっと違うなって感じた部分ではあったんですけど、うんうん、それはよく理解できました。食べて、はい、そこで島根さんから、まあ、ちょっと二色うどんっていうところで、うんうん、じゃあ抹茶とか、ま、全く別角度で行った方がそのお客様も楽しんでもらえるなっていう、うんうん、で次行った時に抹茶から柚子に変わってたりしたら、あ、今回柚子になってるんだってこう楽しんでもらえるかなと思った発想ではあったんです。それめっちゃ言いますよね。日替わりで変わってったらお客さん喜ぶよねとか、はい、そんな思ってると思います。お客さん、そういうお客さんって何パーセントぐらいいると思います。もともと自分が勤めてたところが、まあ、本当に今回の御堂筋と同じオフィス街っていうところで入ってた店にも行ってたんですけど、週3来てもらうためには飽きさせないっていうところで、まあ、その日替わりとか特にその御堂筋に関しては考えてはいてるんですけど。日替わりっていうのはサイドメニューが毎日変わるってことですよね。あ、そうです、はい、ぶっかけうどんとご飯っていうのを、まあ、足軽セットっていう感じで考えてるんですけど、ちくたまぶっかけとかえこご飯。でもそれはやっぱり毎日はしんどいんで、翌日はじゃあとろろと温玉のぶっかけとか、揚げ物も2日連続だったらしんどいっていうところも踏まえてこういう発想ではしてるんですけれども。それが日替わりセットってこと？あ、そうです、そうです、はい。それが1000円ね。そうです、はい。今考えてる想定として、はい、この1000円っていうのが近隣のメニューの一番安い価格ではあったので。そうなんですか。はい、僕自身もメインを買いたいとかそういうわけでは本当になくてですね。でその、まあ、一番最初の冷やかけ食べられた時も、まあ、魚臭いっていうとかあって、もともとは本当になんていうか、まあ、僕自身も味薄くっていうか、まあ、皆さんやっぱ食べやすい味で最初はやってたんですけど、他店との差別化にもならないっていうのと、いや別に普通よねっていうのがあって、まあ、そこからちょっといりこをどんどん増やしていったっていう、まあ、それこそ本当に一気に増やしたわけじゃなくて徐々に徐々に増やしていって、でここまでの位置だったらお客さんもうちに来たら冷やかけで食べ慣れてもらえるんで、あ、ここまでだったら美味しいなっていう、まあ、それこそ一番最初におっしゃったあのお客さんを育てるじゃないですけど、うん、それが早いんや。売れてないお店がお客さん育てるのどないですよ。その前に自分が育たんとはない。ああ、うん、経営者としてもその辺やっぱずれてる。もう厳しく言うね、はい、言語化が下手くそ。どうするー玉森さん。もう頑張ってください。島屋はなんかもう手伝われへん。島屋オンラインサロンメンバーまだまだ募集中です。 YouTube ではアップできない約50本の動画が見放題、そして楽しいオフ会。サロンメンバーはラーメン屋さん以外の方も多いです。例えば IT 事業の方だったり不動産の方、海外でお店をやられている方や超有名なラーメン店主の方もサロンメンバーになってくれています。そしてオフ会に参加するとたくさんの仲間ができます。オフ会で仲良くなってそのまま後日ね一緒に飲みに行ったり、そこでお肉屋さんの紹介をし合ってお肉の仕入れが安くなった方もいらっしゃいます。あとサロンメンバーになると島屋の YouTube 撮影に同行することもできます。島屋に直接質問し放題、島屋特別価格での仕入れが可能になったり、島屋の会社で使っている業者さんも使える可能性があります。そんなめちゃくちゃ楽しい島屋オンラインサロンの入会は概要欄からよろしくお願いします。